今日は1人変わりました。ゴールキーパーが金山、センターバックが井上と今シーズン初スタメン阿部が入ります。右に川野、左徳本です。ボランチは引田と白井、右が上城と左木村、そしてツートップは山本と川本、センターバックが高橋と深津、そしてゴールキーパーは福井です。右に三木、左が奥山です。ボランチ今日も森下先発メンバーです。高江と組みます。今日は右のサイドハーフに太田が入りました。左が平戸、そして前が中島と長谷川。前を見るがチラッと見て、そしてサイドを変えようというところ。さあここで川野、中に放り込んでくるがヘディング、ゴールキーパーの正面。さあボールが流れたところ、あっとこれをウォッチしてしまった。さあ中、これは徳本がちょっと見ました。右から太田が上がってきました。ちょっとヒヤッとしたシーンでした。さあ中、これはまだルーズになっていて、シュートブロックに合う長谷川でしたか。さあもう一度中に、そして長谷川、キーパー反応した金山。そして復活から前に出して、ワンタッチでこのスペースを突こうというところ、中にボールを入れてくる。さあ決まった、平戸一瞬の隙、中にボールを入れてきて走り込んできた平戸。さあ今の場面です。もうこれは展開した後の状況ですけどもね、ワンツーで抜けていって、最後キーパーとディフェンスの間に低いクロスボール、非常にこう質の高いボールでしたし、素晴らしかったですね。そうですね。さあ岡山も逆サイドから中にボールを入れてこようというところ、川本が狙ってくるな、どうだ、決まった、同点、川本移籍初ゴール、同点に追いついた岡山。まあ最後ね、ここでこぼれ球を拾って思い切って右足振り抜きましたね。もうこの時点でもうゴール意識してたんじゃないですかね。そうでしたね、もうコントロールして顔を上げた時にはもうキーパーの位置を、ね、見ていましたよね。そうなんですね。さあここに対してプレスをかけてくる高江がちょっと前に顔を出してきました。さあ前に川本が中に入っていって、シュート、これ持ってくる、ゴールキーパーの福井が抑えました。岡山もなかなか簡単には入れてきません、さあこれ抜けた、さあ川野中に入れてくる、ヘディングどうだ、ここは、いや、いいボールが川野から入りました。そして川本、非常にこう可能性感じる、攻撃でしたね。さあそして太田、中に仕掛けていきます。この太田が前にボールを出して高井を使おうというところでしたが、そしてどうだ、グワッとポスト、後ろから平戸でしたか。中にボールを自ら持っていって、さあどうだ、中入っていって、そして高井打ってくる、わずかに左、高江狙ってきましたけど、わずかにゴールの左。さらに徳本上げてきて、さあ縦に入ったぞ木村、そして川本、川本どうだ、打っていく、川本狙っていきました。さあ落として川本、そして木村前に、そして宮崎どうだ、行く、右左足、宮崎の左足、
枠を捉えきることはできませんでした。そしてドゥドゥがボールを逆サイドに持ってくる。さあここに対して中に枚数を増やしていきますが、これもそうだ、どうだ、決まったか、決まった、最後は長谷川か、長谷川勝ち越しゴール、一瞬の隙でした。この左から相手に当たって長谷川、そうですね、うわ、当たって長谷川選手の元に、コントロールうまかったですね。難しいボールでしたけども、はい、さあここで長い笛、試合終了、町田勝ち切った、2対1、後半に勝ち越し点を入れました。この町田が2対1で岡山を破ったゲームでした。